皆さんこんにちは、わたがしです。今回ですけれども、アンチのすごいところを分析してまとめてみたという、こういったテーマで動画を撮っていきたいと思います。はい、今回はですね、アンチを褒める動画となっているんですけれども、なぜこういった動画を撮ろうと思ったのかという、そういった部分先にお話ししておきます。まあ、私のこの動画見てくださっている方の多くは、パチンコで安定的に勝っていきたいとか、バイナリーオプションで月100万円以上勝ちたいんだとかね、あるいは私は経営者になりたいんだとか、成功者になりたいんだ、そう思っている方々が私の動画を見て勉強してくれていると思います。いつもありがとうございます。で、そういった夢とか目標に向かって頑張っている方の中で、まだできていないこととか、成し遂げられていないことってたくさんあると思うんですよ。そうで、そのできていないこと、成し遂げられていないことをアンチの方々はいとも簡単にね、もう毎日のように頑張って、やっているということで、そういった部分って見習うべきなんじゃないかなって思うんですよ。もちろんね、アンチをしてその他人を叩いたりする部分っていうのは見習う必要ないんですよ。それ以外のすごいところですね、皆さんができていなくてアンチの方にできているすごいところは真似してほしいなということで、そういったことを5つ分析した結果見つけましたので、それを発表していきたいなと思います。はい、じゃあまずですね、そのアンチのすごいところですね、5つを空いてるスペースに貼っておきたいと思います。それがこちら。はい、上からですね、継続力があるところ、それから、動画やライブ配信、 SNS を隅々まで見てくれるところで、自分の意見を持っているところで、連帯感があるところ、人をおちょくる才能があるところということで、じゃあ一番上から深掘りしてお話ししていきたいと思います。アンチのすごいところ、1つ目、継続力があるということで、私ね、 YouTube チャンネル2つ運営してます。メインチャンネル、サブチャンネルですね。で、メインチャンネルが今現在午後の8時に更新しております。サブチャンネルが午後の6時に更新しております。で、まあ時間はどうでもいいんですけれども、その動画をね、更新したのと同時に、もしくは5分未満で低評価が10個から15個ぐらい一気にポツポツポツってつくわけなんですよ。まあ、おそらく同一人物、もしくはその界隈だと思うんですけれども、これが1日だけだったら全然ありえるわけじゃないですか。なんですけれども、1週間とか1ヶ月とか、なんだったらもう1年、同一人物からもう同じように毎日のように低評価をポチポチポチと押している方がいらっしゃるんですね。まあ、これは私に限ったことじゃなくて、多くのインフルエンサーとか芸能人の方も、まあ、同じようにね、動画更新されてからすぐに低評価がつくと思うんですけれども、これすごくないですかね。動画更新されました、でベルマークで通知を受け取ります、動画を開きます、で低評価を押します、ブラウザバックする、もしくは最後まで見るみたいな感じで、もう一連の流れが毎日出来上がっているんですよね。で、この継続する力って本当にすごいなって思います。まあ、ただそのサブチャンネルにまでね、低評価を押すっていうのは、もはやもうアンチじゃなくてファンだと思うんですけれども、これもね、もう本当にすごいなと。もうサブチャンネルの内容も見ずに、あるいは私のね、愛犬のポンちゃんにまで、低評価を押す方が出てくるっていうのは、ちょっと私は悲しいなと思うんですけれども、まあ、そういった部分以外は全然ね、低評価を押してもらっても構わないんですけれども、そう、まあ、そういった継続力があるっていうのはすごいなと思います。で、それ以外にもですね、私前にツイッターやってたんですけれども、毎日5ツイートから10ツイートくらいしていたんですが、一つ一つのツイートに対して、まあ、一定の方がいつもコメントとか、リツイートとかしてくださっていたんですね。で、その中に同一人物と思われるアンチの方からも毎回のようにコメントとかリツイートとかしてくれておりました。で、そこに関して別にどうとか言うつもり私はないですし、どうでもいいんですけれども、まあ、そういったやっぱり継続的に批判的なコメントだったりとか、まあ、擁護するようなコメントももちろんあるんですけれども、そういったコメントをずっと続けてできるっていうのはすごいなと思います。なので、アンチの方々のこの継続力ですね、これは見習うべきなんじゃないかなと思います。まあ、私も毎日のように読書してますけれども、この読書って慣れていない方からしたら継続することって難しいんですよね。毎日30分でも1時間でも本を読み続けるっていうのは慣れていないとできないことなんですよ。そうだから、皆さんも例えばね、バイナリーオプションで2時間チャートに張り付くっていうのを毎日目標にしている方いらっしゃると思うんですけれども、その目標に向かって毎日できているのかどうかって言ったら、多分できてない人多いと思うんですよね。なんですけれども、こういったね、アンチの方々っていうのは毎日のように、怠らずにですね、継続できる、その力っていうのは本当にすごいと思います。はい、これが1つ目ですね。
次2つ目のすごいところはですね、動画やライブ配信 SNS を隅々まで見てくれるところということで、まあ、私の動画を普段から見てくださっている方は、その日の動画を見ます。で、次の日になったらあんまり内容って覚えていないと思うんですよ。その一部分だけ、重要な部分だけ覚えて、それ以外は忘れてしまうと思うんですね。で、3日後とか1週間後にはその大事だと思っていた部分すらあんまり覚えていないと思うんですよ。ただこれアンチの方はどうなのかっていうと、私がその日にアップロードした動画、最初から最後まで隅々まで一言一句残さず見てくれるんですよね。一言一句覚えているわけなんですよ。これすごくないですかね。でしかもその日だけ覚えているんじゃなくて、1週間後とか1ヶ月後、1年後まで私の過去動画の内容すべて覚えているんですよ。これすごくないですか。記憶力がいいっていうのももちろんあるんですけれども、私の動画をしっかりと見てくれている証拠だと思うんですね。で、私ライブ配信した時も漢字の読み間違えってたまにするんですけれども、でその読み間違えた漢字とか、まあ、名前とか使って、なんかツイッターの名前にしたり、プロフィールに入れたりとか、 YouTube のコメントでなんかおちょくってきたりとか、そういったことが見受けられるんですけれども、それイコールその私の動画をしっかりと見てくれている証拠なので、そこに関しては本当に感心しております。ただ一つだけね、本当に直していただきたいところというか、まあアンチの方に言っても直してくれないとは思うんですけれども、なんか嘘の情報をネットに書かれるっていうのは本当に良くないんです、良くないと思うんですよね、というのも、例えばね、2021年の私パチンコ初打ち実践の動画アップロードしましたよね。で、あれは正真正銘の事実なんですけれども、あの情報は嘘だとか、オプトム層で1万8000発あれ広いがだろうみたいな感じで言われたりとかしましたし、あとはその M さんの借金300万円からどうやってこれから這い上がっていくのかっていうのを動画にしたと思うんですが、そこで私ね、退職金50万円あったと言いましたが、あれも事実なんですよね。しっかりともらってるんですけれども、わざわざ嘘にする必要がないので、事実なんですけれども、それもね、嘘だろうとかね、ネットに書かれたりとかして、正真正銘の事実なのにもかかわらず、なんか嘘だろうみたいな感じで書くっていうのはどうなのかなと思いますね。はい、まあそこがちょっとネックな部分なんですけれども、ただね、しっかりと動画とかを最後まで見てくれるっていうのは本当にありがたいことだなと思いました。次、すごいところ3つ目、自分の意見を持っているところということで、私去年までツイッターやっていたんですけれども、去年の10月の終わりぐらいにちょっとツイート貼っておくんですが、このようなツイートをしたんですよ。1ビット140万円トップアート、まだ保有していない方はこちらの動画を参考に購入してみてはと、そういった感じで、で下にリンクを貼って、ツイートしたわけなんですね。で、これに対して引用リツイートしてくださった方がいて、ちょっと内容までうろ覚えなんですけれども、今現在消されてしまったのでうろ覚えなんですけれども、なんか、これ以上ビットコイン上がるわけないじゃん、お前無能なの、わらわらみたいな感じで来たんですね。で、当時別にこのコメントに対して何も反応しなかったし、別に反応する気もなかったんでどうでもよかったんですけれども、そう、結局ね、今現在は1ビット350万円ぐらいになっているということで、この時に買っていればね、どんどん利益がプラスになっていったと思うんですけれども、まあそんな感じで言われたわけなんですが、まあただこれ逆に捉えれば、この人は自分の意見をしっかりと持っているっていうことがわかるわけなんですよ。そう、ビットコインは140万円で、まあこういった理由があるからこれ以上伸びるわけないぞ、お前は無能なんだ、お前はビットコインについて何も知識がないんだっていうことを言いたかったんだと思いますので、まあ自分の意見をしっかりと持っているっていうところは素晴らしいと思います。これ結構ね、やっぱり他人に流されて行動してしまったりとか、そういった方が結構いらっしゃるんで、自分の意思で行動できたりとか、物事発言できるっていうのは本当にすごいことだなと思いましたんで、はい、自分の意見を持っているところが3つ目のすごいところかなと思いました。まあ、ただこういった方々がいるから我々ね、プロの投資家が儲かるということは、まあ小声で言わせていただいたんですけれども、本当にね、ありがたいと思っております。はい、じゃあ次ですね、すごいところ4つ目なんですけれども、連帯感があるということで、こういったね、なんかアンチ活動している人、まあ、他人を批判したり否定する人って、なんかね、ものすごくチームワークがいいんですよね。界隈が出来上がっちゃうんですよ。というのも、例えばツイッターとかで、なんか一人が、私の悪口を言ったとします。で、なんか他のなんかそれっぽい人がまた乗っかっていきます、リツイートをします。で、さらに他の人も乗っかっていきます、乗っかっ
ってきますみたいな感じで、どん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 でかくなっていくんですよね。でこの連携があまりにもすごすぎて、これを普通の仕事で活かせればなとか私は思うんですけれども、なぜかよからぬことでチームワークを発揮して、謎のね連帯感が発揮して、なんかねどん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 膨れ上がっていくみたいな謎の組織が出来上がるところ、これはねすごいなと思います。はい、まあ以上です。はい、で、すごいところ5つ目最後ですね、人をおちょくる才能があるということで、これ先ほどもちらっとお話ししたんですけれども、まあ、私がね、発言した内容、そのミスした内容ですよね、漢字の読み間違いしたりとかあるんですけれども、そういったね、ものを YouTube のそのコメントで発信したりだとか、あるいは、YouTube の名前にしたりだとか、 Twitter の名前にしたりとか、アイコンもねそれらしきものにして発信しているんですけれども、これがね結構分かりづらいんですよね、わざわざ手の込んだことをやってるなと思うんですけれども、そう、あの同一人物なんだけれども複数アカウントを作ってよくわからない名前にして私のことをね、なんかおちょくってくるみたいな感じの人がいるんですけれども、本当にね、天才だなと思います。これリアルに褒めてますけれども、だってお笑い芸人がそこら辺歩いている人の前で、まあ、即興でネタを作ってね笑いを披露してなんか笑わせるみたいな、それも才能じゃないですか、まあ、そんな感じなんですよね、人のことをおちょくって、まあ、徐々にイラつかせるみたいなやり方だと思うんですけれども、まあ、それって一つの才能かなと思いますんで、やっぱりね、人をおちょくる才能があるんじゃないかなと思いました。はい、というわけでですね、アンチのすごいところ5つ発表させていただきました。まあ、こういったアンチの方々も本当にね、すごいところとか素晴らしいところいいところってたくさんあるんですよ。私の動画いつも見てくださって本当に嬉しいですし、反応してくれてるだけでも本当にありがたいことなんですよ。反応すらされない人だってたくさんいるわけですからね、そんな中でも反応してくれてるだけでもすごくありがたいことなんですけれども、やっぱりね、限度というものもありますので、そこら辺は直していただきたいと思いますし、力を発揮すべきところをですね、間違えているんじゃないのかなと私は思います。もっといいところでね、その自分の力を発揮することができれば、もっともっとねいい生活することができると思いますんで、ちょっとまあ考え方を改めるべきなんじゃないかなと思います。まあ、おそらくね、現実世界でうまくいっていないから、自己肯定感が低いからネット上で目立とうとしたりとか、成功者をね、叩こうとするんだと思うんです。まあ、一生懸命勉強して、一生懸命努力して、実践して成功者を目指している人もいると思うんですが、そういった方々って他人を叩いたりしないですよね。何かしらのコンプレックス、劣等感があるからこそ他人を叩いたりとか否定したりするんだと思うんです。アンチとかのツイッターを見てみると、なんか借金をしています、お金を貸してくださいとかね、パチンコで全然勝っていなくて、なんかそういったストレス発散するようなツイートが見受けられたりとか、100万円の懸賞企画に応募していたりとか、とにかく自分のリアルの生活に満足していない方々が叩いているというケース、本当に多く見受けられました。はい、まあ、そういった方々の気持ちもね、分からなくはないんですよ。現実の世界でうまくいっていないから、あのネット上で成功している人とか叩こうと思う気持ちも分からなくはないんですけれども、まあ、やっぱりね、そういったあの努力とか継続する力とか持っているわけですから、それを別のことに発揮すべきなんじゃないかなと思います。私は別にアンチの方々いなくなってくれなんて思わないですし、むしろね、広告収入が増えてくれて、動画の平均視聴時間が増えて、結果的に多くの方に認知してもらっているので助かっているんですけれども、やっぱり力の注ぐべきポイントを間違っているんじゃないかなと思いますんで、まあ、こんなこと言っても無駄だとは思うんですけれども、あのもっとね、いいところで頑張っていただきたいなとは思います。まあ、アンチの方がね、出てくるっていうのは別に仕方がないことですし、成功した証かなとも思いますし、全ての人から共感を得ることは不可能なので、まあ仕方がないことではあるんですけれども、そんな感じに思いました。はい、というわけで、じゃあ今回の動画終わりにしたいと思います。まあおそらくこの動画はね、低評価めちゃくちゃ増えると思うんですけれども、今後もね応援してくださる方はグッドボタンでも押していってください。で、チャンネル登録していない方が結構多いので、 75% ぐらいの視聴者の方がチャンネル登録していないみたいなので、この機会にチャンネル登録していただけると嬉しいです。で、横にあるベルマークもついでに押していっていただけると、私の通知をいち早く受け取れますので、ベルマークも押していってください。で、あと私はだがし LINE アットやっておりますので、そういった何かね疑問点だったりとか、私に何か言いたいこととかあったら、 YouTube のコメントとか Twitter で私のことをつぶやくんじゃなくて、直接私に相談してきてください。何でもお答えしますので、よろしくお願いします。それでは最後まで動画を押していただきまして、ありがとうございました。